皆さんこんにちは。本気でこの子と付き合いたいと思える女性に出会えたら、それだけでも幸せですよね。でもせっかくそんな素敵な女性に出会えたなら、確実に落としたいと思うもの。そこで今日は、狙った女性を確実に落とす4つの勝ちパターン大公開と題して、多くの女性にモテる方法ではなく、狙った女性をピンポイントで落とすとっておきの恋愛テクニックをご紹介していきます。どのような手順でアプローチすればよいかを4つのステップに分けて細かくお伝えしていきますから、あなたはその流れを把握して順番通りに実行するだけ。今日の動画を丸暗記してそのまま行動に移せば、確実に相手の興味を引くことができますし、それをきっかけに一気に距離を縮めることもできますよ。ぜひ最後までご覧くださいね。それでは今日も私と一緒に勉強していきましょう。ステップ1、短い会話を繰り返す。好きな女性と話したい一心で挨拶したり、わざと用事を作って話しかけたりと、一生懸命接点を作っている方もたくさんいると思います。その努力は本当に素晴らしいです。ですが、もしも相手を本気で落とそうと思うなら、ここにプラスアルファで付け加えるべきポイントがあるんですよね。それが短い会話を繰り返すというテクニックなんです。例えばあなたがおはようと挨拶して、相手がおはよう、そういえば昨日インスタに上げてた写真ってどこのお店？なんて話を振られたら、ここぞとばかりに話を膨らませようとしていませんか？お店を教えるだけでなく、過去に行った美味しいお店や一緒に行った人の話など、できるだけ長く相手と話したくて会話を引き伸ばそうとしてしまう気持ちはとってもよくわかります。でもこれが女性との恋を遠ざける原因の一つになっているんですよね。あなたが嬉しそうにどんどん話を広げていくと、相手はこの人は私と話したいんだ、私に気があるんだなと感づきます。こういう時の女性の勘は本当に鋭いので、どんなにうまく取り繕ってもごまかしきれるものではありません。つまり隙バレしてしまうということですね。隙バレは相手の恋愛感情に火をつけることができるというメリットもあるんですが、相手が小悪魔系の女性だったり、恋愛慣れしていて相手の反応を見て楽しむくらい余裕のある女性だった場合、のっけから相手が上、あなたが下という構図が出来上がってしまいます。こうなると散々思わせぶりな態度を見せられて、その気になって告白したら、そんなつもりじゃなかったんだ、〇〇君とはずっといい友達でいたいって思ってる、なんて振られてしまうというリスクがあるんです。隙バレにはこんなデメリットもあるんですね。これを避けるために効果的なのが、毎回のおしゃべりはできるだけ簡単に済ませるという方法です。挨拶をするなら挨拶だけ、何か質問されても聞かれたことにだけ答えてサクッと会話を切り上げる。相手のことを好きであればあるほど、これは精神的に辛いテクニックではありますが、その分この後ご紹介するアプローチを最大限に生かすための重要な下準備になります。たくさんおしゃべりしたい気持ちをぐっと我慢して、最初はライトな会話を繰り返していくことが大切です。軽い会話を交わすことがお互いにとっての生活の一部になるくらいまで、ここはじっくりした準備を重ねていきましょう。ステップ2、一気に距離を作る。ここまでで相手とあなたとの関係が安定して、挨拶や短い会話がルーティーンのようになってきたなと感じたら、次の段階に入りましょう。それが一気に距離を作るという方法です。反射的に、そんなことしたら一発で嫌われそう、この子を逃したらもう一生一人かもしれないのにと思った方、嫌われそうも一生一人もどちらともとっても弱気なことにお気づきですか？相手に選んでもらいたい、自分には別の恋を探せるような魅力はないというような、かなり消極的な姿勢になっていますよね。女性はこういうネガティブで重たい気持ちを感覚的に察知して、いい人なんだけどなんか異性として見られないんだよねと感じるんです。女性って恋愛の主導権はあくまで男性に握ってほしいと思っています。頼りたい、リードされたい、守られたいというように、受け身な自分でいたいんですね。ですから自分よりも相手の男性がネガティブで受け身なんだと感じると、自分が望んでいる人じゃなかったとあっさり恋愛対象外にしてしまうんです。シビアですよね。ですからあくまでも決定権はこちらにあると女性に強く印象づける必要があるんです。そのために必要なのが、一気に距離を作るという思い切った作戦なんです。
これまで生活の一部にまでなっていた2人の短い会話をある時期からスパッとやめてみてください。もちろん露骨に無視したり冷たい言葉で突き放しては致命的な溝を作ってしまいます。ですから拒絶するのではなく、軽く受け流すようなイメージで相手の前をさらっと通り過ぎてスルーしたり、忙しそうなふりをして相手に近づかないようにしたりと、さりげなく距離を作ることがポイントです。こんな手のひら返しのような塩対応を受けると女性は 120% 危機感を感じて焦ります。自分を否定されたような気持ちになって、何とかして元の関係に戻そうとしてくるはずです。それまであなたからだった挨拶を相手の方からしてくるようになったり、わざわざ用事を作って話しかけてきたり。この行動の変化を聞いて何か気づきませんか？これステップ1であなたが相手にやっていたことなんです。いきなり上下関係を入れ替えて、あなたが主導権を握ることができるのがこのステップ2なんですね。多くの男性が冷たくしたら嫌われると思ってついつい下手に出てしまうものなんですが、先ほどもお話しした通り、女性は基本的に自分が相手の下について引っ張ってほしいと思っています。ですからこの思い切った作戦は、実は相手に自分は異性で恋愛対象になり得る存在だと印象づけるのにかなり効果的なんですよ。ステップ3、相手の誘いに乗らない。ステップ2でしっかり距離を作ると、女性は必ずあなたの顔色を伺うようになります。ここでたくさん話しかけられて舞い上がってしまうと、作戦はすべて水の泡。やっぱり私の思い通りになるじゃんと、またしても相手に上位のポジションを譲ることになり、それは恋愛に発展しないことを意味します。ステップ3では、このパターンを避けるためにステップ2で作った距離をキープすることが最大のポイントであり、この作戦の一番の頑張りどころでもあります。例えば、今度〇〇行きたいんだけど、よければ一緒にどう？なんて誘われたら、2つ返事で行こう、いつがいい？と食いつきたくなってしまいますよね。これまで片思いしていた相手からのデートのお誘い、乗りたくないわけがありません。ですがここでも、ごめん、今ちょっと立て込んでるから、また時間できたら連絡していい？とあっさりスルーしてしまいましょう。やるなら徹底的にを心がけることで、相手のハートをがっちり掴むことができますよ。期間の目安は1ヶ月。この間は絶対に作戦を中断しないでくださいね。ステップ4、彼女欲しいんだよねという。いよいよ最後のステップです。ここまで意図的に作っていた距離をここで一気に縮めます。ステップ1と全く同じように、しれっと声をかけていきましょう。相手としては、あの1ヶ月は何だったの？と思うはずですから、最初はギクシャクした空気になるはずです。ですがあくまでもしれっと声をかけ続けていくことで、相手としてはなんだかんだ元通りに慣れてよかったと安心します。このタイミングで、なんか最近仕事ばっかりだったから、そろそろ彼女欲しいんだよねと相手に一言伝えてみてください。相手はあなたと元通りになれた嬉しさから、今度こそこの人を手放したらダメだと、あなたへの好意をはっきりと認識します。これ以降は会話を短く切り上げる必要もありませんし、相手からの誘いにもどんどん乗って OK です。相手はすでにあなたに落ちていますから、何をやっても好意的に受け止めてもらえるようになっているんですね。いかがでしたか？この方法って女性心理にかなった鉄板アプローチなんですが、やっぱり好きな女性をさらっとあしらったり、デートのお誘いを断ったりするのは相当な勇気がいるので、挑戦してみようという男性が少ないんですよね。ですがこの人だけは絶対に落としたいと思える女性に出会ったら、試す価値は十分にありますよ。押して引いての駆け引きは恋愛には必須のスキル。ぜひ何度も見返してあなたの切り札にしてくださいね。応援しています。今日の動画は以上になります。いつもたくさんのコメント本当にありがとうございます。動画の率直なご感想や、こんなことが知りたいというリクエストなど、今後もどんどんコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。また今回の動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。